野草曲第17バンド町長作品62から1野草曲第17バンド町長,々作,品ド長々作品62から1はフレデリック・ショパンが1846年に作曲、出版したピアノのための野草曲。作品62から2と合わせ、この作品62はショパンが生前に発表した最後の野草曲となったアールド・ケンネリッツーに検定。落ち着いた曲であるが、 その反面華やかさを求める演奏会ではほとんど取り上げられない。冒頭の第一主題路蝶々、アンダンテ、4分の4拍子。三部形式であるが、自由な再現部になっている。助奏は、家族長、補長長の弦7の和音。スパンが大きく、アルペジョになっている。主題は加工進行の落ち着いたもので、後年のフォーレの作品にも影響を与えている。 平行単調に移りながら、休止を挟んで主張に戻り、船歌のように安楽な感じを与えている。中間部、中間部では変異調調のシンコペーション。両西部が伸び伸びと流れる。トリルを伴う、第一主題の再現再現部では、ポーコピュレントの速度指定で、主題の右手セーブ全てにトリルをつけている。幽霊なパッセージでクロマティックをつけるなど、 作者晩年の作に共通する語法が認められる。コーダはシンコペーションの上に独自のハーモニーからなる旋律が登場し、穏やかに終わる。ありがとうございます。